古キヨは中華民国の政治家、数学者、中華民国維新政府の要人である。字は、要。新末二角、松室商院数学科を卒業する。1909年に古キヨは四つ元数に関する文献を翻訳して、四元原理という題名で出版し、中国に初めて四元数を紹介した。その後、コキは北京大学、 聖火大学で教弁を取り、後には北平女子分離学院院長、東北大学数学系主任となった。1934年2月より、上海交通大学数学系教授となり、ここで中国初の全国規模の数学学術団体である中国数学会を創設している。さらに、数学会から発行した雑誌の一つ、数学雑誌や、 上海交通大学科学学院が発行する科学通信の総編集を務めた。1938年3月に中華民国維新政府成立すると、その翌月に小清は教育部次長に任じられた。同年7月、内政部長、陳軍群が教育部長処理権倫から外れたため、小清が暫時代理の地位に就く。翌年四月、コキは 自長職から外れ、処理教育総長選任人となった。そのまま、1940年3月に、王朝明の南京国民政府合流まで、その地位にあった。以後、小清の行方は不明であるが、1947年頃に死去したという、ありがとうございます。